処理水問題、中国がこうなることは分かっていた。対応策ゼロの岸田外交、日本に罰を与える鬼の政権、習近平に土下座外交の情けなさ。原発処理水をめぐって中国との情報戦が始まった。東京電力福島原発の処理水をめぐって、問題は中国との情報戦の様相を見せ始めている。外務省資料からこれまでの経緯をまとめると以下のようになる。8月24日、海洋放出が開始されると、中国外交部は日本の海洋放出開始に対して断固たる反対と強烈な非難を表明し、誤った行為の中止を求める報道官談話を発出した。同日、呉江浩駐日中国大使から日本の岡野正孝外務事務次官にも同様の申し入れがあった。同日、中国海関総署税関は日本からの水産物輸入の全面的な停止を発表した。その後、中国からの嫌がらせの電話が日本中の飲食店や役所に寄せられた。放出するトリチウムの量だけを見れば、より危ないのはむしろ中国の原発の方だ。改めて言うまでもないが、日本が海洋に放出した処理水は汚染水を ALPS 処理し、さらに海水で100倍以上に希釈したものだ。規制基準リッター6万ベクレル以下を満たし、 WHO の飲料水基準リッター1万ベクレルを満たす1500ベクレル未満にまで濃度が下がったものである。規制基準の40分の1、飲料水基準の7分の1ということになる。他方、中国の原発では1年間に液体で、高塩化原発は87兆ベクレル、寧徳原発は98兆ベクレル、陽光原発は107兆ベクレル、台山第三原発は124兆ベクレルのトリチウムをそれぞれ海洋や河川等に放出している。出典、参考、世界の主要な原発におけるトリチウムの年間処分量。日本の福島では、ALPS 処理水を海洋放出するにあたり、放出するトリチウムの年間の総量は、事故前の福島第一原発の放出管理値、年間22兆ベクレルを下回るように設定されている。数字だけ見れば、むしろ危ないのは中国である。トリチウムは人体にも数十ベクレル、降り注ぐ雨にも年220兆ベクレル、水道水にもリッター1ベクレル含まれているものだ。ごく弱い放射線だが、体内に入っても蓄積されず、水と一緒に排出される。これらの点は国際原子力機関 IAEA の包括報告書でも、人及び環境に対し無視できるほどの放射線影響となると結論付けられている。中国国民の9割が処理水放出を危険と感じていたが、岸田首相は不安払拭のための外交努力をしてこなかった。無視できるほど無害な処理水に対してヒステリックな反応をしている中国だが、これには伏線があった。まず去年2022年3月に東京大学の関谷直也准教授災害情報論が行った調査があり、この結果が読売新聞2023年2月14日に掲載されている。日本、韓国、中国、台湾、シンガポール、ロシア、ドイツ、フランス、英国、米国の計10カ国、地域の大都市でインターネット利用者計3000人、20歳から60歳代を対象にしている。その結果、海洋放出が行われた場合、福島県産食品の安全性をどう思うかとの質問に対し、とても危険だと、やや危険だとの回答の合計が日本は 36% だった。一方、残る9カ国地域はいずれも6割を超え、高い順から韓国 93%、中国 87%、ドイツ 82%、フランス 77%、台湾 76%、米国 74% と続いたという結果が出たという。つまり、中国では9割に近い人たちが
処理水放出後の福島県産品について危険だと感じていたのだ。そもそも2021年4月13日には関係閣僚会議で、処理水の処分は福島第一原発の廃炉を進めるにあたって避けては通れない課題だ。基準をはるかに上回る安全性を確保し、政府を挙げて風評対策の徹底をすることを前提に海洋放出が現実的と判断したと述べ、海洋放出を決定しているのである。その後、菅前首相は退陣し、岸田文雄首相へとバトンタッチした。2年近い在任中に処理水放出に危険を感じる隣国の中国や韓国に対してきちんと説明をする外交努力をしていたとは到底思えない。習近平は処理水を放射能汚染水と表現してプロパガンダ。その象徴と思われるのが2023年3月21日の中国の習近平主席とロシアのプーチン大統領との首脳会談と共同声明だ。当時はウクライナ問題に対する両国の立場の違いが浮き彫りになったが、この中で日本に対しては昨年発表した共同声明に続き、福島第一原発の処理水問題を挙げ、海洋放出計画への深刻な懸念を表明。日本は周辺国などの利害関係国や関係国際機関と十分な協議を行わなければならないと強調した。朝日新聞3月22日ことだ。声明では処理水を放射能汚染水と表現している。プーチン大統領がこれまでのところ福島の処理水について大きな動きをしていないことを考えると、この声明を持ち出したのは習近平主席本人ということになる。習近平主席が強い意志でこの日本への全面禁輸を仕掛けているのである。岸田外交の失敗、中国包囲網を築きながら親中をアピールする滑稽さ、この動きに全くの鈍感にしか動けなかったのは岸田外交の圧倒的な失敗であろう。岸田首相はこの強いメッセージが理解できず、自分や外務大臣である林芳正氏が親中派であるという自負から中国包囲網を続けていった。サミットではヨーロッパ諸国が中国への配慮をにじませていることに歩調を合わせていたが、中国包囲網以外の何者でもないクアッド、日米印豪を危機として開催し、その後韓国大統領とアメリカを訪れ、日米韓の首脳会談を行ったのである。中国やロシアは外交的メッセージを盲信することはない。実際に自分たちに対してどういう行動をとっているかで冷たく判断していくわけである。ロシアが他の西側諸国と比較して日本に対して怒りを発していないのも、ウクライナに武器を送らず期限切れしそうな自衛隊飯、ヘルメット、必勝しゃもじ程度のものしか供与していない点だ。逆に中国が怒っているのは、いくら親中派の外務大臣がどう取り繕ろうとしてもやっていることは中国を刺激することばかりだったということだ。習近平が仕掛けてきた以上、処理水問題はしばらく長引く。もしも世界一狡猾で賢かった安倍政権、安倍外交であれば、日米韓の会談のその足で北京へ赴くことぐらいしたであろう。何もせず、習近平主席の怒りを察知することができなかったのだ。習近平主席は、これまで使えるものは何でも使ってきたし、表情には出さず静かに政敵を葬ってきた経歴がある。また中国の体制から考えて、習近平主席が自ら日本の処理水を問題視しているとなれば、周囲は完璧な忖度をし、その線に沿った情報しか習近平主席へ上げなくなっている可能性がある。今、岸田首相が東南アジア諸国連合 ASEAN 関連首脳会議に出席のため、インドネシアを訪問していて、9月6日午後、ASEAN プラス3、日中韓首脳会談の開催前に、中国の李強首相と短時間接触したが、何の改善ももたらさないであろう。習近平主席が言い出した問題である以上、解決まで時間が長引くことは覚悟しなくてはいけない。やはり、安倍首相の下で、
外務大臣をちょっとやっていったからといって、外交の岸田などと自負を始めるような人物の外交がうまくいくことなど期待してはいけなかったのだ。国難に際して中国へ土下座外交を開始し、漁師に金をばらまくだけの惨状には目を覆いたくなる。日本にはいくつか外交オプションがあった。例えば中国の全面禁輸に対抗してこちらも禁輸する。WTO に提訴する。これらは禁輸については中国側のさらなる対抗処置を恐れて、WTO については時間がかかることから見送られている模様だが、押せば引くと思われればさらに押してくるというのが外交である。どうせ解決には時間がかかるのだから、日本は国家としての矜持を見せなくてはならない時だ。